中村勘九郎です。中村七之助です。この度 YouTube にて平成中村座チャンネルがスタートしました。平成中村座を中心に私たち中村屋の記録をまとめまして随時更新してまいります。そしてこのチャンネルをご覧いただきより歌舞伎の魅力を伝えられたらと思います。皆様ぜひお楽しみください。18代目中村勘三郎は1959年3歳で初舞台桃太郎の役を務めました。この時5代目中村勘九郎を襲名したのです。1987年は中村屋にとって節目となる大切な年でした。こちらは父十七代目中村勘三郎、そして十八代目息子の勘太郎七之助の4人で行われたお練り。おめでたい公演を控えて行われたものです。歌舞伎360年さらか祭ということでもあり初舞台でもあり、それでこういう松竹でお練りをぜひやれという長山社長のね、まあ、あったかい言葉でそれでやることになりました。喜んでおります。はい、もうでも10年前にはねこんなこと想像もしませんでしたから、私も独身でしたし、中村勘太郎です。あ、上手上手。はい、中村七之助です。いくぞ。二人の息子もまた初舞台で桃太郎を務めたのです。七之助ご挨拶を。幼いとはいえ舞台を務める歌舞伎俳優。ねえ、ママカツラかぶんないの？かぶります。パンフレットなどに使う写真を撮影します。前の人ね、前の人ね。前向いてないです。そうそう、はい。きちっとした重心取ってもらった真ん中に。できない。あんよ、それだから足でまっすぐしてごらんよ。そっちで、足をこっち側に。お母さんじゃなくてお父さん見なさい。はい、行きます。お口閉じて。勘九郎さんの息子さんが初舞台ということで、はい、僕が昭和34年にやらせていただいたのもやっぱりこの同じ格好でね、ええ、写真もございますけど昔話桃太郎というので、勘九郎さん自身が初舞台を踏んだのと同じもので、そうです。はい、何年前になりますか？昭和34年でございますから27年前でございますね。お父さんの方があの一生懸命で汗をかきながら。しょうがないですね。いや、二人って大変ですよ。やっぱりちょっと疲れたろ。疲れた。もう本音ですね。そりゃそうでしょ。もうちょっとですからね。やっていくうちに好きになるっていうか、まあ終わったらまたやりたがりますよ。うん。抜きたくない僕は。そう、抜きたくない。またこれだもんね。このまま
中村屋は積極的に野外公演を行ってきました。1996年には鹿児島県硫黄島で春館を、1997年は厳島神社で、これは厳島神社が世界遺産に登録されたことを記念して行われました。ただ随分ありますからね、大きなね。境内に舞台と客席を設けました。勘太郎と七之助も出演。今日はね、まあ山登って降りてきてのんびりして終わりかな。俺はダメなんだよ、そう思ってんじゃん。早く、はい、うわ来たよ、はいはいはいあーやばい、袋見つかった。俺持ってねえよ。勘三郎と七之助は連獅子で共演します。上げて帰る。ダメだ、来たらダメだ。ちょっと腰が高いんだよ、腰が。振りすぎだよ、そこで。金でござる。何回だよ。金でござる。三味線弾きなさいよ、何回じゃなくて。真夏の屋外で獅子の毛を振り続けなくてはなりません。日が落ち始める頃、公演が始まりました。まずは勘太郎による舞踊乱れ。そして勘三郎と七之助による連獅子です。獅子は中村屋の代名詞ともなり、2001年には九十九里浜でも披露されました。さらに中村屋にとってライフワークともいえるものがあります。移動式仮設劇場平成中村座での公演です。平成中村座は勘三郎のアイデアを実現したもの。江戸時代にあった芝居小屋中村座を現代に再現しました。2000年東京浅草で初めて平成中村座公演が開催。上演された崩壊坊も大きな話題となりました。翌年の公演は義経千本桜を。
平成中村座で経験を積んだ息子たちは時代を担う花形役者として注目されるようになっていました。まだ児童劇団にいた中村鶴松も出演していました。さらに2002年初めての大阪公演、2003年は平成中村座3度目の浅草公演、浅草寺の境内に建てられました。昼の部は鏡山五日の岩藤です。見せ場は亡霊となった主人公が宙を舞うシーン。従来なら天井から吊るされるところをクレーンに乗って登場しました。この滑らかな浮遊感は今までにないものです。カーテンコールで勘三郎が語ったこと、それは平成中村座への思いでした。私の夢がこうして、叶えさせていただいて、しかも本当に毎日お客様に助けられて、雨の降る日は声が聞こえなくなって、それでもお客様は聞いてくれようとしている、私たちも声からしながらやるって、なんか本当にうまく言えませんけども、一生懸命やることだけはやらせていただいています。何よりもお客様の顔が、さっきも花道でここでこういうふうにやっておりますと、皆さんのなんかもうねすごくの本当に優しい顔で見てるから、本当に役者やっててよかったと思っております。ありがとうございます。これは日本全国にこう移動していくなんて夢でございます。いろいろ夢が膨らんでまいりました。これからも中村さんも歌舞伎さんも、歌舞伎をよろしくお願いいたします。2004年ニューヨーク、ブロードウェイを擁するこの演劇の街で平成中村座公演が行われました。演目は夏祭りなにわ鏡です。
芝居は江戸時代から現代のニューヨークにタイムスリップするというシーンで終わります。何百年も言い続けている日本の一座の芝居が夏のアクション映画の対抗馬になろうなどとは誰が想像しただろう。中村さんのスパイダーマン2に ないスリルを与えてくれるもうね、僕本当にいつもね、劇を気にしないんですけどね、ニューヨークタイムズは気にしたね。公演の合間を縫って警官に追われる主人公たちを撮影することになりました。行われる大阪公演、そのラストシーンでニューヨークを駆け巡る映像が映し出されるのです。さっきの取り込んだもう撮っちゃったシーンがこういくつか作ります。間にタイムスクエアとかいくつかニューヨークらしいショットをうまく入れます。そしてこれから撮るところは向こうにエンパイビルが見えるすぐそこなんだけど、向こうから走ってくるいないところを取っとく、ポンと飛び出してきて終わりさ、スリカットだからスリカットにはもういらない。ニューヨークの街中でさまざまなカットが撮影されました。はい、どこをどういうふうに。ラストカットはあのセントラルパークで、そこから映るからね、のりちゃん、そこから映るから少し手前から使うのはいいから、 OK、 練習でやります。はい、くっついてちゃダメなの。了解です。はい、アクションお願いします。こっちから入ってまっすぐ石場だと飛び越えられる。乗っかって飛び降りて面白い。そう大丈夫。大丈夫ですか、さんの位置は。はい、アクション。とにかく走る。アクション。走る。アクション。走る。もうバテバテと思いきや、これ見たらもうやりたくもうこれ見たらやりたくなっちゃったやん。もういや、そこはちょうど300。中村勘三郎、この時49歳、気力体力ともに充実し、歌舞伎俳優としての名声をさらに高めていくのです。次回は平成中村座の原点となった古き芝居小屋を巡る旅。素晴らしい劇場に雑多ない芸だけども、生きてるものが入るでしょ。勘三郎の思いに迫る。